こんにちは。囲碁が大好きなカラステープのクーロンです。今回の囲碁人物伝は本因坊サンサの第3回目家康とサンサについて紹介します。江戸幕府を開き戦国の世に終止符を打った徳川家康は囲碁や将棋の愛好家としても知られ、幕府はサンサをはじめとする有力な騎士たちに扶持を与え庇護しています。これがいわゆるプロ騎士の始まりで、やがて家元およびお城御の制度確立へとつながっていきます。家康が囲碁を始めた時期は定かではありませんが、はじめはむしろ囲碁をあまり好きではなかったと言われています。家康が息子の秀忠に将軍職を譲って7年後の慶長17年に秀忠の正室お江の方へ送った手紙が残されていますが、その中にかつて人が豪しているところを見るにつけて周囲に迷惑を与えるだけで何の役にも立たないと決めつけ、これを好む人は間抜け者のように思っていたという記述があります。手紙は秀忠があまりにも囲碁や将棋に熱中しているため、お江の方が断るごとに叱責、そのあまりにも激しい追求ぶりを心配した家康がしたためた手紙であると言われています。手紙の続きには、ところが最近碁を覚え始めたところ、雨降りの際の時間つぶしにもなるし、今では当時間抜けと思っていたものとも碁を囲っている、昔から何かしら理由があってやっているのだから、自分が気に入らないことは全て良くないことだと決めつけてはいけない、自分も知恵の足らないことを朝夕思案していると諭しています。戦乱の世においては家康も囲碁どころではなかったかもしれませんが、秀吉により天下統一がなされた後は家康にも囲碁をたしなむ余裕ができ囲碁に傾倒していったのではないでしょうか。家康は文禄3年から4年にかけて40回近い碁会を開くなど囲碁界の大スポンサーでもありました。本因坊サンサと家康の関わりですが、寛永年間に編纂された東大記によると、家康が秀吉に臣従した翌年の天正15年うるう11月13日、この年サンサの門人となった家康の娘婿奥平信政が治める新城をサンサが訪れます。その後サンサは駿河に向かい家康と日夜碁を打ったと記されていますが、家康はサンサの手ほどきで囲碁の奥深さを知り熱中していったと考えられます。三河の有力黒人であった奥平信政は、はじめ定政という名前で今川氏滅亡後織田徳川勢と武田勢が対立する中武田方についていました。しかし家康の説得によりその傘下に入ります。戦国最強と言われた武田騎馬軍団を鉄砲の大量投入により織田徳川勢が撃破した長篠の戦いは、長篠城に立てこもった定政を助けるために行われた戦いです。戦後信長に称賛された定政は信長の一字を与えられ、信政と改名、家康の長女亀姫を正室として迎えています。信政はその功績により長篠城に代わり築城された新城城の城主となります。天正4年に行われた築城完成披露にサンサや家康が出席していることから、駿府では初対面ではなかったのかもしれませんが、以降サンサは家康と関係を深めていったようです。ただ駿府を訪れたとされる天正15年にうるう月が存在していないことから、東大記の記述は年月を書き間違えたか、駿府で
ての話そのものが創作なのか議論の余地はあると思います。家康は天正18年秀吉から関八州への移封を命じられ江戸城に入りますが、それ以降数年間にわたり家康の囲碁に関する記述が多く見られるようになります。浅野長政、細川雄斎、古田織部、伊達政宗ら実に多くの人物が家康と碁を打っていますが、中でも豊臣政権五奉行の一人浅野長政とは棋力が同程度で頻繁に碁を囲っていたと言われ、2日がかりで打ったという記録も残っています。ある日家康が長政と対局していた時、形勢が不利な家康が不機嫌になったため、長政の息子が三叉を呼び、そのアドバイスによって家康は勝利します。しかし激怒した長政は三叉を別室に呼び出し、余計なことを言うから負けてしまった、今度受験したら切って捨てるぞと詰め寄ったそうです。別の日、屋敷の庭で家康と長政が碁を囲っていましたが、立ち合いの三叉は前回の反省を踏まえて言葉を発することはありませんでした。しかし日傘にあらかじめ小さな穴を開けておいて、家康が石を打つべき場所を穴からの光で示したそうで、これには長政も苦笑、家康はお前は頭が良いと言って褒めたと言います。浅野長政は慶長16年に亡くなりますが、碁敵を失った家康はしばらくの間碁を囲むことがなかったと言います。長政の他に細川雄斎も家康とよく碁を囲んでいました。もともと足利将軍家に仕えていた雄斎は、武将としてだけではなく華道にも通じる当時の一流文化人でした。囲碁についても関わりが深く、戦国武将最強の棋力であったという研究者もいます。家康主催の碁会にはほとんど出席し、自身も数多くの碁会を主催していた細川雄斎が慶長15年に亡くなった際、将軍家では3日間にわたり囲碁将棋を差し止めたと伝えられています。豊臣秀吉が慶長3年に亡くなると、武将間の反目や対立が顕著となり、秀吉が亡くなって2年目に関ヶ原の戦いが勃発、勝利した家康の地位は不動のものとなりますが、家康はこうした混乱期においても頻繁に誤解を催しています。家康は上洛のたびに20人から50人近い人数で主演を催していましたが、公家、武家、商人たちとともに碁打ちや将棋指しも招かれ、公家の集まりで殿下に興じた際にも接待役として参加させています。家康主催の碁会、将棋会には主要な政財界や文化人が集まり、情報交換もされていたのでしょう。天下人の座を狙う家康にとって碁会は絶好の情報収集の場であり、有力武将とのコミュニケーションを図る場でもありました。こうして三叉ら碁打ちたちは家康に重用されていくことになるのです。一方で関ヶ原の戦いで西軍を率い家康と戦った石田三成は囲碁をたしなむことがなかったと言われています。豊臣政権において太閤検地を指揮するなど政権運営に尽力してきた三成ですが、朝鮮出兵では総奉行として現地に駐留したものの、主に秀吉と検地との連絡役という立場であったことから、福島正則、黒田長政ら武断派の武将との溝が深まっていきます。朝鮮へ派遣された黒田如水と浅野長政は
石田三成が宿を訪れた際、囲碁を打っていて挨拶もしなかったため、怒った三成が秀吉に二人の怠慢ぶりを訴えて、秀吉が激怒したという話が残っています。そもそも、呂水と長政は、三成への反発からわざとそのような行動をとったとも言われ、この時の三成の行動が、後の関ヶ原の結果へと繋がっていったとも言えます。いずれにしても、有能でありながら人望のなかった三成が、せめて囲碁でもやっていれば、他の武将たちとももっと打ち解けて、関ヶ原の戦いの結果は違ったものになっていたのかもしれません。慶長8年、征夷大将軍となった徳川家康が江戸幕府を開くと、三皿五内たちは家康に招かれて一時江戸に赴きます。この頃の三叉は囲碁界のリーダー的存在で、家康が将軍となって2ヶ月後には、御用勢天皇の前で、李玄らと共に対局を披露。慶長12年には、日本初の囲碁の出版物、本因坊五経を刊行しています。慶長17年、幕府は三叉を含む8名の御内、将棋指し二方録を与え、三叉は李玄、宗慶とともに50国10人ぶちとされました。しかし当時絵師加納太夫には200国が支給されていて、御内の地位は決して高いものではありませんでした。また家元制度が確立する前のことで、あくまでも俸禄は個人に対する支給でした。ただ三叉に関しては権大卒という僧侶として高い地位に処されていることから厚遇されていたとも言えます。本因坊三叉は囲碁界を統括した初代御所として知られていますが、御所が制定されたのは後の時代のことで、それに相当する立場であったというのが正しい表現でしょう。元和3年、加賀前田家三代目前田利常の招きで金沢へ滞在していた三叉は、金沢城近くに本行寺を開山し、初代住職となります。約2年にわたる利常への碁の指南に対する礼として加賀藩が建立したものですが、将軍家に重用される三叉を通じ徳川家への忠誠を示したのではないかとも言われています。また家康が碁界を情報収集の場として活用していたことから、三叉は講義隠密として金沢に出向いたと主張する研究者もいます。三叉は本行寺開山後、すぐに弟子に本行寺を任せて金沢を離れています。徳川家康は三叉が金沢に滞在中の元和2年、その波乱に満ちた生涯を閉じています。家康に重用され、囲碁界の頂点に上り詰めた本因坊三叉が亡くなったのは、それから7年後の元和9年のことです。